美味しそうなこちらのお肉はもちろん佐賀牛、絶対美味しいよね。佐賀の最高の食材を最高の状態で、その信念のもとたどり着いた味とは。佐賀市の中心部にドドーンとそびえ立つ佐賀県庁、その最上階にあるのが佐賀レストラン主の佐賀空港のレストランカンフォーラも手掛けるサンタフーズっていう会社が運営するお店なんだ。佐賀平野の絶景を眺めながら食べられる料理はもちろん佐賀の食材にこだわったメニュー、コース料理を中心にシシリアンライスなど佐賀の旨味がたっぷりギュッと詰まった料理の数々。中でもこの佐賀牛のひつまぶしは試行錯誤を何度も重ねてできた超人気メニューなんだって。ん？確かに美味しそうだけどどこが特別なの？だって OK！その秘密が詰まった厨房の中を覗いちゃおう。ずっと奥へ進んでいくと、お、見えてきたのはスチームコンベクションオーブン。みんなが野菜なんかを食べるときにより安心して食べられるよう茹でずに加熱してくれる優れもの、ブロッコリー。こちらはブラストチラー。さっき加熱した野菜をこれに入れて一気に冷却することで旨味を逃さず彩りもそのまんま、合わせ技一本だね。おっと、いろいろあって話がそれだけど、ひつまぶしの秘密だったね。それがこの装置、氷管庫。マイナス2度ってある通り、中は氷点下の世界なんだけど、冷凍庫とはちょっと違うんだ。冷凍庫に入れるとカッチカチに固まるよね。だけどこの氷管庫は凍らない。庫内に高圧な電流が流れていて、空気がすっごく細かく振動してるんだって。それによってお肉の中の水分は常に動きっぱなし。僕たちも動いてたら寒くないでしょ。お肉自体は冷やされるけど凍らない。だからご覧の通り指で押せちゃう。解凍いらずだから鮮度、旨味は保ったままのフレッシュな佐賀牛がいつでもいただけちゃうってこと。氷管庫をはじめスチームコンベクションやブラストチラーなどが国のものづくり補助金を活用して導入されたことで、佐賀の食材をより美味しくいただくことができるんだ。んー、佐賀牛やっぱり美味しそう。はい、ひつまぶし長、最高の佐賀牛と佐賀のお米、それを佐賀の海苔で包んで最高。一番やっぱり私が佐賀大好きなんで、やっぱりこういったところでお仕事をさせていただくっていうのは、佐賀のものを全国、世界、そんなところにたくさん発信できればなというふうに思っております。